1996年ウォルト・ディズニー34作目の長編アニメーション大作、文豪ビクトリー・ユーゴーの名作が美しい映像と音楽でよみがえる、ノートルダムの鐘。自分にしか見えないこんな友達がいたらいいな。名前はガーゴイル。ディズニー映画ノートルダムの鐘。こいつ最低。こいつが状況をややこしくするの。ディズニー映画ノートルダムの鐘。ノートルダム大聖堂で密かに育てられたカジモド。ずっとカゴの鳥なんかでいたくないだろう。いいねいいね。今自由を求めて。ごめん。祭りでにぎわう街へ生まれて初めて飛び出します。おいよ、止まないぞ。あの名作がお座り。早くもビデオに。助かった。ダメだ。ディズニー名作ビデオコレクションノートルダムの鐘。助かった。あの感動を再び。さあさあ今日はディズニー名作ビデオコレクションに新しい仲間が加わります。今日は飛び立つにはとってもいい日なんだからね。自由を夢見る心優しいカジモド。ずっとカゴの鳥なんかでいたくないだろう。美しく自由を愛するエスメラルダとの出会い。大丈夫？彼は初めて友情を知り。すごいわカジモド。勇気を持って新しい世界へ踏み出します。優勝はカジモド、住処はノートルダム。壮大なスケールで描く愛と勇気の物語。もう何もいらない。ディズニー名作ビデオコレクションノートルダムの鐘。ご家族みんなでお楽しみください。